日産とニスモは昨年に引き続き2021年のニスモフェスティバルの開催を見送ると発表しました。コロナ禍の状況から見送りに日産と日産モータースポーツインターナショナルは2021年のニスモフェスティバルの開催を見送ると発表した。日産とニスモは毎年シーズンオフにファン感謝イベントであるニスモフェスティバルを開催。昨年は 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、記念すべき23回目のニスモフェスティバル開催を見送った。今年は開催を目指していたが、現在の新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、ご来場いただくお客様やご協力いただくチーム、出展者の皆様、そして従業員の健康と安全を最優先に考え、 本年のイベント開催を見送ることとしました。楽しみにしていただいていたファンの皆様には大変申し訳なく、また私たちもとても残念に思っていますと発表された。日産とニスモは1日も早くニスモフェスティバルの開催が可能となることを願い、ファンの皆様と共に楽しめる日に向けて、イベント内容をさらに充実させながら継続して準備を進めるとコメントした。